山ねねこのポチャンネルずっといたらだけど斜め前の上ときたこうです。お願いします。よろしくお願いします。さてさて、今回まあ、ずっと続けていこうと思っている駅弁をテーマにお届けしたいと思います。きたでね、限定に弱いからね、季節限定、全くは買えなかったので、栗ご飯、信州牛と栗ご飯、やっぱ肉がないとねみたいなね感じで1200円でございます。ちなみに何、松茸の方は、松茸はね、1350円かなんかだったんですよ。その150円がね、やっぱりあればね、やっぱねえなんていろいろ考えちゃうわけなんですけれども。何考えた。まあ、今回これを美味しくいただければいいんじゃないですか。はい。はい、まあね、ちょっと迷ったっちゃ迷ったんだけど、やっぱ栗ご飯いきましょうと思いましてね。うん、で、これは、どこのかな。山梨県って書いてありますね。ほう、山梨県ってね、今回ね、お弁当屋さん、まあ、某新宿駅の某弁当屋さん、駅弁屋さんに行ってきたんですけど、うん、山梨ね、すごいんですよ。秋になって調子に乗ってる。どんな感じ？全部山梨のお弁当ばっかりなんですよ。どんぐらいあった？ね、4つぐらいあったかな、5つぐらい目立つところに。しかもね、秋の味覚系でね、限定品みたいなの。他にも栗ご飯、栗おこわ、とかね、あとお野菜ですね。栗全面推しか。栗全面推しですね。で、松茸もあるっちゃあるんだけど、お重になってるんだけど、チバーっとなってるんですよ。でもね、もともとね、山梨のお弁当って私好きで、で、その特に秋の味覚系、とか結構いいと思いますよ。山梨の、探してて最近なかなか見つからないんですけど、元気貝っていうお弁当があるんですよ。貝がその貝の国の貝なのね、はい、でそれ2段になっててくるみおこわとかあるんですよ、で非常に凝ってるのでね、それも探してるんですけど、とりあえずこちら開けてみましょうか。開けてください。はい、いつ中見れるのかなと。そうちょっと引っ張ってたもん。あ、かわいいかわいい、すごいかわいいね、この紅葉した葉っぱが。ですね。そして赤、ボリューミーじゃん。ボリューミーだよ。これはいいね。これはいいですよ。これね、なかなかね、お腹いっぱいになりそうだ。お腹いっぱいになりそうだしね、ぎっちりなのね。すごい綺麗ね。そう。ちょっと食ってみれや。ちょっと食べてみようかな。でね、私的にね、蓋の裏っていうのがすごい気になってね、蓋の裏にお漬物がくっついてるので、これから食べてみようかなと思います。そこか。お漬物おいしい。おでね、この牛のあたりいってみましょうか。でね、牛のあたりのね、味がついたご飯から食べるのもいいし。これね、駅弁だから冷めてももちろん美味しいんだけど、温めたらもっと美味しい。そういう買ってきたら電子レンジでチンしよう。そう、電子レンジでチンした方がいいと思う。それが。まあでもね、旅なのでね、電車の中で食べるのが、景色を見ながらっていうのが一番美味しいんだと思いますけども、なんかね、久しぶりのご飯かい。栗いきます。栗。おー、栗きた。栗、甘すぎない。こういう栗があるぐらい美味しい。おー、砂糖で甘くしてるわけではない。多分、でもお砂糖使ってるかな。蜂蜜系の味。へぇー、ね、錦糸卵、これがすごくね、芸術品ですね。なんだそれ。なんかすごい細かいんだもん、錦糸卵が。このそんなもんじゃないの。こんなもんなのかな。自分で作るとね、もっとぶっといんですよ。君が作ったバレたみたいな。でね、お肉ちょっといきましょうかね。はいよ。牛肉ですか。おいしい。
どんな感じですか。甘すぎずしょっぱすぎず。なんだよそれ。あの甘い派としょっぱい派がいると思うんですけど、うん、どっちも食べられますこれは。ほんのり甘い。牛丼っぽい味付けなの。牛丼よりかはね、うん、なんかもうちょい醤油多め。へえ、うん。まあ弁当だからちょっと塩分多い方がな。うん、そうそう塩分多めって感じ。安全か。うん。で、あの栗もね、蜂蜜でちょっと似てんじゃないかな。栗戻ったか。うん、そうそうそう。で、真ん中のね、しめじ。うん、しめじちょっといきましょう。はい。あ、香りが、なんとなく、口の中に広がる系で。全部ね、キノコキノコしてる。ん？キノコキノコしてる。キノコキノコしてます。味付け自体は何系ですか？味付け自体はね、ちょっと醤油の全面的に、まあ、あの煮込み系が煮込み、うん、あのね、何かでお醤油とか お醤油とかお砂糖とかで煮込んである系だけど、完璧には肉と一緒に煮込んでる感じ。肉とね別な感じするけど、そう、ね、味がちょっと別だから、うん、すごく種類が結構あって楽しめる感じになってます。いいですね。あとね見た目もね、このあの型抜きの人参とかね、そういうのが非常にいいと思います。食えや人参。人参嫌いじゃないんだけどね、あんま食べないんだよ実は。うん、どうよ人参。うん、こういうのってだいたい硬すぎんだけど、いい感じで柔らかいです。味付け自体はどうですか。味付けはほんのり、あ、ちゃんとみりん使ってるなみたいな雰囲気がします。で、味ね非常に複雑ですね全体的に。うん、あの単純ではない、飽きさせない感じ。あのこれねもう一箱いけそうな気がする。自分いくんだけど。天高くね猫こゆる秋ということでございます。そうですね、だからねこれね見た感じねちっちゃいんですよ、うん、私の手でっかいんだけど、それでもね女性の手の中でこんな感じですよ。でもまあなんか全面にちゃんとご飯あるんでしょ。そうそう、全面にご飯があってきっちりちゃんと入ってるので、うん、だからちゃんとね結構お腹膨れるんじゃないか。お腹膨れる感じですね。1200円分はあると思いますよ。うん、よかったです。はい、で、次回もちょっとあの駅弁を探してちょっとね範囲を広げてさまよってみようかななんて思ってます。募集要項入れられますか。はい、一つは階段を募集中。あ、一つ階段募集中。あと一つは、昼間、一緒に、なんだっけ、道頓堀劇場、ストリップを見に行ってくれる女性募集中。女性、うん、募集中。そして三つ目は、おすすめ駅弁と、あの都内でね、あの売ってるやつが理想なんです、うん、都内で売ってるおすすめ駅弁がありましたら、ぜひぜひ教えていただけたら大変嬉しゅうございます。はい、10月の31日、はい、なんか全然決まってないものがあるんでね。あ、はい、10月31日、ハロウィン、パレードとアフターパーティーがあります。パレードはちょっとまだ参加者募集中の段階で、参加する方に場所を教えるっていう感じですね。ちょっとわけわかんないんで、はい、とりあえずはツイッターで。ツイッターで。で、アフターパーティーで私は、ショーをやらせていただきますので、皆さんぜひぜひ応援にいらしてくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイトルコールいって終わりますか。はい、じゃあ、いきます。福山ねねこのポチャンネル。バイバーイ。バイバーイ。おいしい弁当待ってます。